静岡県立ガウピース高校の佐藤真です。よろしくお願いします。今からモーターの運転の制度と DC モーターの制御装置についての発表を行います。まずこの研究の動機ですが、エネルギー自給率の低い日本においてエネルギーを節約することはとても大切です。モーターは電気エネルギーを運動エネルギーに変換でき、その性質を生かしてさまざまな用途で使えています。特に使用電力が大きいモーターの損失を減らし、エネルギーの変換効率を向上させることが重要です。そのように将来的にエネルギーの変換効率を向上させるような研究をしたいと考え、今回はモーターへの理解を深めるためにこの研究をすることにしました。研究の目的は DC モーターの各速度と誘導気電流の関係、誘導気電力の関係、入力電流とトルクの関係、入力電流と各速度について調べる、直波回路、DC モーターの制御装置を製作する、 AC モーターを組み込んだテストベンチを製作する、AC モーターにかける交流電源の周波数と各速度の関係、各速度と誘導気電力の関係、誘導気電力とトルクの関係を調べる、テストベンチというのは、このように測定用のモーターと、発電用のモーターを用いてモーターの運転特性を調べるための機械です。まず最初に、DC モーターの運転特性を調べるということで、測定用 DC モーターの各速度 ω と負荷 DC 発電機で発生した電圧 V1 の関係を調べる実験を行いました。まず V0 を制御し、各速度 ω を変化させて、その時の V1 の値を調べ、この ω と V1 の関係を調べました。そしてこれがその ω と V1 の関係を示したグラフで、 ω を大きくしていくと V1 はこのように比例する形で大きくなり、ω と V1 は比例することが分かりました。そしてこの式は、V1 とオメガの関係式なのですが、この式から V1 とオメガの傾きは、このモーター内の磁石の大きさであるということなので、このモーター内の磁石の大きさが 0.075 ウェーバーであることが分かりました。次に、測定用 DC モーターに流れる電流 I0 の大きさと発生するドルク T の大きさを調べる実験を行いました。まず V0 の大きさを今回 24V 一定にして、この負荷 DC 発電機につなぐ外部抵抗器 R の大きさを変えた時の入力電流 I0 とトルク T の関係を調べる実験です。式はトルクと電流 I0 の関係を示しています。そしてこれが実験結果のトルクと入力電流 I0 の関係を示したグラフで、このように比例する形となりました。このグラフでも、傾きはこのモーター内の磁束の大きさということに、その大きさは 0.075 ウェーバーでした。次に測定用 DC モーターに流れる電流 I0 の大きさと、各速度 ω の関係を調べる実験を行いました。この実験では入力電流 V0 を一定にしたときに、負荷 DC 発電機につなぐ外部抵抗器 R の大きさを変えて、入力電流 I0 の大きさと各速度 ω について調べました。これがその I0 と ω に関する式なのですが、この式から I0 が大きくなると、V0 が一定の時 I0 が大きくなると ω は小さくなるということが、と言えるのですが、これがその結果となっており、V0 が一定の時に、V0 が一定の時に I0 を大きくすると、この ω は小さくなるということが分かりました。でこれらの結果から、DC モーターを制御するにおいて、するにあたって DC モーターの速度制御を行いたい場合は、電圧、V0 を、変えることができれば速度制御をすることができ、トルクを制御したい場合はこの電流 I0 を変えることで、トルクを制御することができることが分かりました。以上の結果から、DC モーターの速度制御をするために直波回路というものを作りました。直波回路というものは、トランジスタを使ってモーターに電圧をかける時間とかけない時間を作ります。
そうすることで、その時間の割合によって平均電圧を作ることができ、その平均電圧の大きさによってモーターの、制御ができます。これが、ショッパ回路の、図と写真です。ショッパ回路は制御回路、ドライブ回路、主回路の3つの回路からなり、制御回路で生み出した、この方形波をドライブ回路を介して、このトランジスタに送り、その方形波に従って、トランジスタが、動き、主回路でモーターにかかる入力電圧 V0 の大きさを変えることができます。次に AC モーターの運転特性を調べる実験ということで、AC モーターにかける交流電源の周波数と各速度と誘導機電力の関係、誘導電流とトルクの関係をそれぞれ調べました。その実験をするにあたって、CAD ソフトスリッドワークスを用いてモーターのテストベンチを設計しました。設計し製作しました。まず最初に交流電源の周波数 F と測定用 AC モーターの各速度 ω の関係を調べる実験を行いました。インバータを使用して交流電源の周波数 F を変化させた時の周波数 F と測定用 AC モーターの各速度 ω との関係を調べました。この M というのはモーターの軸の1秒あたりの回転数を示しています。で、この式が ω とF の関係式なんですが、この式からオメガは、F に比例するということがわかるんですが、それがその実験結果を示したグラフで、その式の通り周波数 F に、オメガは比例しました。次に測定用 AC モーターの各速度オメガと負荷 DC 発電機で発生した電圧 V1 の関係を調べる実験を行いました。この時もインバータを使用して交流電源の周波数 F を変化させ、測定用 AC モーターの各速度 ω と、はい、そしたら最後のまとめの部分をじゃあお願いいたします。はい、今回の研究を通してその DC モーターの制御にはその電圧を使用した方法を用いたんですが、速度制御をするのにはそのチョッパ回路というものを使う必要があり、 AC モーターに関しては、その回路が複雑で、この現時点では回路を制作することができず、制御回路は、使えませんでした。でこのことから DC モーターの制御回路を作って、そういう制御回路を作るにおいてはそのまず特性を調べることが重要であることが分かりました。はい、以上です。はい、ありがとうございます。それでは質疑応答に入らせていただきたいと思います。どうぞご質問等ございましたらぜひいただきたいんですけれども、いかがでしょうか。そうですね、生徒さんからもよければぜひご質問いただきたいと思うんですけど、なかなか難しいですか。分かるようであれば他の生徒さんもぜひご質問いただきたいと思うんですけれども、僕は生物の専門なので、その佐藤君の実験、物理の実験結果ってのはすごくきれいに出るのでね、素晴らしいなって感心して聞いてました。で聞きたいのはですね、そのこうかなりこういうことってのは分かってるんではないかと思うんですね。それでなんとなく印象として大学の学生実験の報告を聞いてるような感じがしたんですけれども、佐藤君が最後に AC モーターでチョッパーをやることができる、チョッパー回路かなんかでコントロールできるっていうふうに言ったような思うんですよね。じゃあ DC 回路かで、 AC 回路の方は簡単にはいかないという印象をあなたは持ったみたいに思ったんだけど、そういうことっていうのはもう分かってることと違うんですか。あ、そうです、分かっていることなんですけど、その最初述べた通り、その将来的にそのモーターに関する研究をしたいなと思って、でまずモーターに関して真っさらの素人だったので、そのモーターについて知るためにこの、実験の一連の実験をやらせてもらいました。で感想はどうですか。その電気分野について詳しくやったのは
こは初めてな感じだったので、あのちょっとよく分かんないことも多かったんですけど、最初のうちはそのまあ理解してくるとなんかその仕組みとか分かってなかなか面白い分野だなとは思いました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、ではお願いいたします。モーターの特性をいろいろ調べられたわけですけど、はい、その、 結果をもとにしてですね、はい、ちょっと応用問題なんですけど、DC モーターで何か回転させたときに、はい、負荷がですね、はい、何か不規則に負荷が変動するような、そういうような機械があったとしますよね、はい、そうしたときにモーターの回転をね、負荷が変動しても常に加速度を常に一定に保ちたいと、はい、いうときにはどういう制御をしたら一番いいと思いますか。深く一定じゃないと思いますか。はい、他にご質問はございませんでしょうか。よろしいですか。あ、はい、ではお願いいたします。はい、DC モーターのですね、グラフが出てましたね、はい、2種ぐらい出てたと思うんですが、この傾きっていうのは 0.075 い、はい、同じ値になってるんですけども、はい、これはおそらくそのモーターの、なんていうか内部構造っていうのはそれによって決まるんじゃないかと。ああ、そうです。そういうのは ある程度こう計算で、出せる、そういうことはある。ああ、そうです、ね、計算で出します。いやいや、中のね、はいはい、それぞれの部品の構成によって変わると。ああ、はい、そうです。それはある程度ここ出てるのは 0.075 ですけれども、はい、これをこの予測はできるわけです。予測っていうか、今回は予測はしないでやったんですけど、現時点では自分は予測はできません。はい、ありがとうございます。他に質問等ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。はい、それでは佐藤君どうもありがとうございました。